ことがしなくなった。大丈夫です。はい。失礼します。一応受験室なので、やったことないことをやるときは、すごくやったことないんですけど。ピクルスが印象的なだなって思いましたね。ピクルスがなければなければって言いますよ。言ってくださいよ。ピクルスがないと、なんだろうこれって感じですけど。なるほど、ピクルス描きというのを頼む人もいらっしゃるんですけど、そこについては。ピクルスないとちょっとなんかすごい薄すぎる感じがしますね。ピクルスが酸っぱいのがあるから、なんか肉とかパンとかが持つかなっていう。苦しいアクセントのあるやつということですか。そうですね。肉とパンに関してはコメントのくらい。はい。じゃあ私も。そうです。どうぞ出て。食べてください。マックポークの方を食してみたいと思います。そうですね、マックポークのソースは焼きですかね。うん、マックポークの方がボリューム感ありますね。そうですね、ハンバーグのソースがケチャップで、ミートの方、お肉の方がポークですね。頑張っております。どうぞ。あれです
ですね、レタスのシャキシャキ感がありますね。あ、レタスがあるんですか、そっちは。はい。あ、いいな。こっちはピクルスはないけど。あ、ピクルスはないんだ。うん、そのじゃソースにパンチが効いた味のソースですね。あ、ペッパーが入っているのが美味しかったね。フォーク、ね、確かにボリューム感もあるような気がします。うん、じゃあ、これも、あ、そうだ、これちゃんと北元で買った100円100円、100円です、両方とも。その100円っていうコストパフォーマンスはどうですかね。100円でこのマクドナルドのハンバーガー1個というのは安いか高いかと申しますと、なんかこれが世の中の基準みたいな感じで。あ、そうだね。100円でジュース1本でもないし、マックのハンバーガーみたいな。そのコストパフォーマンスにいろいろ言うと、世の中でいろいろな被害を被るくらい。いや、お手前でいい価格なんじゃないでしょうかね。そうですね。うん、本当はちょっと今、ちょうど今売り出しているニューヨークなんだっけ、今は。なんとかアメリカ、ハワイかな、それアメリカンバーガーかなと思って、何しようかと思ったんですけど、ちょっと番組の予算的にちょっと少し厳しかったんで、そういうことですね。またもうちょっと余裕ができたらこっちも、じゃあちょっと交換交換するんですか。残りを、はい、残りを、はい、ちょっと番組の残り時間若干予定オーバーしてるんですけど、あと2、3分で、そうですね、はい、そこまで。ちなみにですね、先ほど申していきましたが、ピクルスがないんですよね、今。ピクルスがないと。まあ、そうだ、ピクルスがないと、ちょっと食べたとは言えないかもしれない。ちょっと、それ、ね、それはひどくないでしょうかね。いや、僕も気づかなかったんですけど、だから別に横食べちゃうとかね。ちょっと、肌の印象が、うん、っていうか、多分こっちの方が全然、僕的にはないんですけど。あとこっちの方が積みがあるんですよ。こちらはお肉のビーフですね。うん、ビーフにこだわる方はハンバーガーやそんなのバーガーが多いでしょうね。うん、そうですね。なんかビーフであることも、なんかこういいを感じない。ビーフというのは高級なんでしょうかね。多分吉野家とかマクドナルドとかの。そうですね。一応ね、なんかビールの値段高めですね。ちょっと富士山ですね。100% ビールでございます。はい、フォークでした。ちょっとタレが垂れそうです。本当に。というわけで、ごちそうさまでした。はい、あ、これこれ。とりあえず今回はマクドナルドのマックフォークとハンバーガーでしたが、まだまだレポートしなきゃいけないものがたくさんありますので、はい、ぜひまた時間よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。レポートしてもらいたいものがある人はぜひ、ご応募お待ちしてます。レポーターは私金田と物とがお送りしました。ありがとうございました。